こちら、永福町駅になります。井の頭線ですね。今日は続きを歩いていこうと思います。永福町花咲かせ隊の皆さんが、ここら辺の花はね、頑張って育ててますということでですね、まあ、歩いていくんですが、ここら辺はまだ閉店していますね。で今が、今日珍しく早いです。朝の9時でございます。いやめちゃくちゃいい天気でございます。でゴミはですね、今日は黄色と青のもさっき出てたし、ああいうカゴのタイプもあるし、でもあっちもあるのに青のあれもありますね。でね、今日はまだその9時ということでですね、ちょっと歩いてる人も結構見かけますね。いやここら辺はですね、家も本当大きいところはとっても大きいです。さあここで曲がり角になりますね。右かな。はい、上電車通ってまーす。でここのトンネル、さっきのところ左に曲がりましてですね、はい、ここを通ってここを右に曲がりますと、電車が通ってるとですね、隣にずっと見れるというスタイルですね。こちら杉並区です。こんな感じでですね、ちょっとシャレたマンションとかもありますね。さすが杉並区でございます。こちらはノーマル的な、ここら辺はねまだね駅から近いからね、いいお家賃の値段がすると思いますので、はい、住むためには皆さん頑張りましょう。はい、こちらですね、神田川が相変わらず流れてます。今日は透き通ってるし、すごくね、動きがいいというか流れてますね。はい、でここ山跡があります、こっちはね、道をずっと歩くっていうことは、できますけど、こうやって、ね、隣で線路があるから特に道に迷うこともなく、歩いていけると思います。しっかり一応歩道用のスペースもあるので安全に歩けるはずです。さてほら電車が来ました。今日はこれはピンク色のやつですね。すごい静か。おはようございます。いやとっても眩しいですね。今日サングラスあってもいいぐらいだったかなと思います。はい、ということで今日はですね、前福町まで歩いたのでですね、井の頭線、今日は吉祥寺じゃなくて、渋谷まで、最後まで歩いていきたいと思います。予定というか前電車の路線だと、6キロでございます。電車ですとね、急行っていうのと確定があるんですけどね、確定だと15分6キロ、急行だと15分6キロです。全然ね変わらないという。もう一応8駅あるんですけどね。で急行場は、全3駅、3駅目が渋谷ってなるんですけど、なのに2分ぐらいしか変わらないんで、わざわざね、さっき吉祥寺じゃないや、永福町で渋谷駅乗り換えてる人いましたけど、2分ぐらいねと思っちゃったりしましたね。大和がですねあっちにあるんですけど、こっちからですとね、上から眺められますね。ちょっと坂になってるんですよね。まあ、ギアなしなのかわかんないですけど、さっきの自転車の方はですね、押して登ってました。というようなところでございます。基本的に本当にね、本当窓台を歩けますかね。いや、さすが晴れ女ですよ。結構暑くなってきましたよ。まあ、歩いてるのもあるんでしょうけどね。いいことだ。来ました。こんな感じですね。でも前はお昼の時間に乗ってたからあんだけ空いてたみたいですね。朝は結構混んでいます。こちら駐輪場になってましてね、さっきの川の辺からね、大きな建物が見えたんですが、はい、こちらは明治大学になりますね。まあ、やっぱり大きい建物だし、
なんか学校っぽいなっていうのが見てすぐわかると思います。あ、書いてありますね、明治大学です。あ、皆さん勉強頑張った方々がね、こちらに囲われています。よく入りました、おめでとうございます。そろそろ4月なんでね、新しい1年生が入ることでしょう。あ、そしてポストまでついてますね。まあ、いろいろとね、送るものありますからね。はい、明治大学ございます、ジムキャンパスということでね、駅もそろそろでございます。すごいね、大きい。はい、こちらでね、明大前到着です。やっぱり人が多いですね。それともやっぱこの時間だからなのかな。で、やっぱ駅前はお店もたくさんあるし、ここにはですね、案内所までありますね。では次行きます。あんな感じですね、明大前。そんなの駅自体はすごくはないですけど、駅の周りにはやっぱ学校があるので、いろいろと揃っています。あ、うちが通ってる、こっちは別の線か。こちらはふれあいの家、幼児グループ、わんぱく、子供風なのか年寄りの女の子でですね、さっきはですね、こっちがいいのかしらですね、こっちに京王線が通ってるみたいなですね、だから人が多かったのかな。でですね、こちらからはもう、世田谷区になりました。で、ちょっとまあマンホールじゃないですけど、新しいのを見かけたので、貼っておきます。こっち側にね、ちょっともう歩くと全くお店はなく、住宅街となっております。まあ一軒家もあるし、マンションもあるしっていうところですね。で、学校からね、一番近くはね、武蔵屋っていう、あの武蔵野かラーメン屋さんがね、ありました。まあ、学生がいるんじゃ相当お昼いつも忙しいんじゃないかなって思いますけどね。なんか珍しいレインボーですね。途中途中こんな感じでですね、坂が入ってくるようですね。で、やっぱり踏切は相変わらず、閉まるのがすぐです。今もね、左右から電車が来ました。さっきの明大前とか、まああの福町から明大前が19分、で次の駅までが13分となっております。で、さっき19分ほんとぴったり歩けたんでね、次も13分で歩ければと思っております。次またどっかをね、ちょっと最近のところ右に曲がります。電車の音はね、しっかり聞こえてるので、近くに、あ、もう見えましたね、あの電車がです、駅ではないです。で、世田谷すごいですね。ここの道に入ってからですね、一軒一軒でっかい。いやー、ほんとね、皆様向く代々かもしれませんけど、すごいですよ。それをね、維持してるんですから。ね、今の時代はね、一軒家をね、買ってもね、維持をするのが大変でね、手放してしまう方も多いみたいなのでね。で、そこに電車が通ってて、私は、左へね、歩いていきますと、だんだんと歩いてる人も減ってきたかな。それとも明大前がやっぱり人気の駅だったのかなというところでございます。ここから商店街ですね。東松原駅です。到着。はい、こちら自家焙煎コーヒーで、とはカレーセットとかも売ってます。で、こっち側もだし、あっちまっすぐ行っても、商店街となっております。まあまあね、お店もしっかりと開いているので大丈夫です。で、次の駅までもね、7分ぐらいとなってます。ローソンがあって、郵便局があって、ここはなんだろう、パリスっていうお店なんですけど、なんかあれにしよう、うちも美容室。カフェだったり、いろいろとあります。はい、でもここからもう住宅街がスタートですね。やっぱりこれがあのここら辺の地域の真ん中の駅から3分以内ぐらい前ですかね。いろんなお店があって楽しめるのはまあまあ十分だと思うんですけどね。
はい、でここもちょっと進むと坂が待っています。あれしたらすごい建物あるなと思ったんですよ。なんか真ん中に入って、そうそうですね、コートジュアール共和国の大使館でした。ここもすごいし、ここもすごいし、全体的にすごい。あ、これなんか関係あるのかな、隣でですよね。まだね、こうやって動画とかも撮る前にですね、大使館巡りっていうのをしたんですよね、お母さんと。何カ国行ったんだっけな、何カ国行ったって20、30カ国ぐらいですね、大使館を巡りました。だいぶ体力使うんですけどね、それぞれに、ね、特徴があったりする建物で、ここの国ではすっごい大きいなとか、いろいろとあるってね、面白いので、ぜひ皆さんもやってみてください。という感じで、予想外の大使館でした。こっち側にはですね、ちょこちょことお店とかなのかながあるみたいですね。なんか透明のなんでね、ちょっとなんかそんな雰囲気が出て、地図の方で見たら、はい、そんな感じのことが、なんかライブフィーバーっていうのがありましたんで、ちょっとよくわかんないですけど、はい、こちらも気持ちいい上から見れます。ね、歩いていきます。いや本当ね、この時間だからなのかな、本当に人が多いぞ。あそこの駅なんかっぽいのがありますけどね、皆さん向かってますしね、私だからその人がいるとあまり話せない人なのでね、ああまた人だ、ああっていうのを繰り返しております。申し訳ない、そろそろなれよ。はい、こちら新代田駅ですね。新城かなとか思ったんですけど、読み方新大田でした。あ、というものがあったりしますね。神代寺まで歩くの結構な距離じゃないのかな。11時頃開催でスタートが9時半、あ、まあ1時間半。次はですね、まあ有名だと思うんですけどね、下北沢駅になります。この駅でもね、すぐピンときた駅ですね。ここだと、8時から6時はですね、最大料金は1800円ですね、6時から8時は3時になります。ただ飲み物の方は500円で売っております。